こんにちは。寒、もうね、寒いんですよね。はい。はい。これ正解なんですよね。この商品はね、今。こちらですね、今回ね、初めてこういう、シャカシャカ、はい、あれなんですけど、これはですね、サポーターズジャケット、オールブラックスと申します。はい。ですね。これもね、メーカーの、宣伝を読むとですよ。はい。ウィンドブレーカーとしてはもちろん、多少の雨の時にも重宝そうな作りだと。これメーカーじゃねえや。それはうちの子が言ったから。次々じゃん。ソフトな、ウーブンファブリックを採用して、はい、裏地付きのフードを備えた、裏地付きね、はい、ゆったりとしたルーズフィットの作りですよ。つまり大きめなんですよ。これ私今サイズ M、うん、つまりインターナショナル S ですよね、はい、いつも通りのサイズ着てますけど、ちょっとやっぱ大きいんですよ、うん、いいですか、このマジで伸ばすとこんなですいいですね。こんな感じですよ。だから大きめ、ゆったりめに作られているのがこちらの作品じゃねえ商品の特徴ですよね。はい、はい、で、リサイクルナイロンが 100% 使われているんです。だからもうナイロンにまでリサイクルが来たと思ってね、うん、ポリエステルちゃってね。で、ポッケが2個、はい、が、しかしジャックはついてない。あ、いいですね。はい。で、なんかね、これポッケの内側にこういう、これ、あ、帽子のこういうの似てる、ついてる、うちこれ似てるんですよ。はい、いいですね。あれ、いいですね。そうそう。こんな感じです。これと同じ。はい、なんかポッケの内側にもついている、はい。こういうところですよ。こういうところを余すところなくご紹介する。はい。それがこの動画のいいところですね。でですね、ただ、防水、多少防水とはいえ、チャックは防水仕様ではない。はい。ですよね。はい、多少の雨ですよ。うん、それもう、ザーは無理ですよ。もう、パラパラとか、パラパラ、ちょろちょろとか、シャーって、はい、あの、霧みたいな雨とかは OK ですよね。でね、え、アイディール、やっぱ最近すげえ、これこんな細かく、どうでもいい、皆さんどうでもいいと思うんですけど、うん、あのアディダスのチャックが変わりましたね、種類が。あのね、普通こういうメーカーさんで、はい、YKK さんが多かったんですよ、うん、だけどこの上も見たけど、なんか違うブランド出てきてるね、やっぱりね。いや、俺チャックも一人勝ちなんだなぁなんて思ったんですよ、俺、世の中のチャックって、はいはいはい、だけどやっぱさすがですよね、そういうところに攻めていくやつがいるんですね。でもこのチャックの色がさ、これがこれ自体がデザインになってんじゃん。はい、わかる。黒とこのなんていうの、はい、なんだろう、なんかいいの見つけた。色、色の名前がついてるんですよ今回はこの色は何でしょうか。はい、いいよ、言ってみて。これこれこれ、あ、でも前あれですよね、出てきてない。嘘。え、この色は出たことがないけど、じゃあ何色系に見える？水色系。うん、水色系って青系だよね、つまり、うん、ブブーなんだよ。あ、グレー系。そう、いいね、いいね、いいね、いいときてよ。じゃあ何グレーだと思う、これ。ブルーグレー。あー、なるほどね、青っぽいグレーね。うん、なんかそんな感じだけど、なんとかグレーまでは合ってる。前に何かがつくんだけど、もうこれいい、この2本のこれがやったら一本になるみたいなこと、なんて言うんだっけ、マジック、うん、グレー。すごくない、すごいね、今よくこんなんで分かったね、こんなんで。いや、ほんとにいいですね、皆さん、マジックグレー、よく分かったね、今のこの一本にみたいな、そんな感じですよね。一本にはならないんだけどね、一切マジックは使えません、私は。いいですか、マジックグレーっていうのが今回のカラーなんて。でも確かに振り返ってみると、他のさ、ウーブンもグレーだったりしたじゃん。はい、あったじゃん、なんかあのグレーのなんかあったじゃん、いろいろ服、あれ系に合わせてんだろうね。ただ昔のやつはマジックグレー書いてない。あ、今回からマジックグレー採用ですね。いや、前も言ったかもしれないけど、いいですか、このジッパーがデザインって言ったじゃん、1個、はい、ね、このジップのこのなんていうの、プラスチックだろうね、これ、はい、金属と周りを縫ってる、この周りの色が合ってるじゃん、はい、うん、そことこれも合ってんじゃん、はい、すごいと思うな、うん、全部一緒な気がする。でもこれ
これとこれ合わせるのって相当難しいよ。だって違う会社だからね、絶対。そっか、すごくない？すごいっすね。そういう持ってたこれ、ほら一緒、プリントする会社とこれ作ってる会社違うからね。プリントはどうにか多分あのインク混ぜればいけそうだけど、はい、これとこれはやばいと思うよ、うん、そういうところだ。そういうところがやっぱり、まさかほらほら一緒ですね、はい、そういうところですよ。これはねなかなか作れないよ、こういうのは。どこで作ってたもん、ちなみに。え、こういうのチャイナですえ、違う違うんですよ。え、違うんです。チャイナではないんですよ、ところが。そこがまた、あ、なんか取れた。アリダスさんのすごいところだね。うわ、あれがすごい、静電気がすごい。どうなってます？ヒントは近い、中国に近いよ。中国に近い、中国近いです。もうすぐですよ。インドネシア接してます。でインドネシア接してないです、それ島なんで。台風で繋がってくる。ごめんです。2文字のとこ。そ、まあこの文字だ。違う、カンボジアだ。惜しい、もうちょっと。ベトナム。ピバーン。いや俺さ、なんだこれ、なんか地理の試験とか受かりそうじゃない？なんかみんなだんだん止まらんじゃん、もうどんどん出てくるからね。いいですね、ベトナム製なんですよ、はい、こちら。分からない、ちょっとそこの考えはちょっとまたいつかね。なぜベトナムのか分かんない、だって分かんない。なるほどね。であともう一個ですよ。でこれ何でしたっけ、ライフスタイルじゃないや、サポータージャケットなんだこれは。ね、はい、ちょっとさっきもあれの時パチって言ったけど、ちょっとねこういうシャカシャカクシャクシャ感がある、はい、このわざとこのシワシワ感があるジャンバーなんですよ、はいはい、なんでちょっとね静電気はちょっとあった、うん、でいや私はなあーと思ったのはなぜかというとここです。アリダスロゴです。はい、今回このアリダスって入ってるバージョンね、はい、オールブラックスで、まあ競技系なのかなって感じなのかもしれないけど、こちらのですねタグはもう見て、オールブラックスのにないんですよ、アリダスの。本当だ。ね、だここ俺が言うのもおこがましいけど、その辺ちょっとやっぱだんだん統一した方がいいような気がするんだよね。だって見る人から見たらさ、これ偽物っぽく見える人とかいるでしょ。見えますね、はい、この知らなければね、はい、なんかアリダス入ってないじゃんみたいな、これ偽物じゃねみたいな、うん、でこれも偽物じゃねってなっちゃうじゃん、はい、じゃあ偽物じゃないですよ絶対これ日本のね、アリダスが帰ってきますけど、なんかさそういうのちょっとどうなんだろうね、今過渡期なのかな。なんか俺の気になっちゃうんだけど、そのアリダスのロゴすごく、まあこれ全然アリダスないんですよ、全然違いますけど、これほらルコックってこう社会でね、はい、ないでこれだけだったらなんかあそうなんだと思うけど、うん、ちょっとなんかんって思うよね、はい、そういうことなんですよ。だまあ無事いいんじゃ、僕はどっちでもいいんですけど、気になる方は気になるんじゃないかなっていう感じ、うん、あとですねこちらのジャンパーはさっきも言いましたけど、やっぱサイズちょっと気をつけてくださいね、はい、俺こうやって普通に来たこの瞬間にあでかくないって思った、ここ見て、はい、ちょっといつもより狙ってる。だから、ね、結構下に何かを着て着る想定ですよね、うん、上に着る想定、この T シャツの上とかじゃないんですよ、はい、想定が確実に。なんでまあその辺はね、あと多分ねこのシャカシャカ感でいくとなんかちょっとなんていうの、最初から着ていかない可能性もある、サポーターじゃなくて。もっといって、そうそうそう、寒かったら雨が降ったらとか、そういう用途もありえんじゃねえかなって気はします。確かに、ね、いいんじゃないですかね、うん、初めてのパターン、サポーターズなんとかって感じが出てくるのね。よい。でですね、なんとですよ、なんともう日頃の皆様のねご愛顧に感謝して、今回スペシャル価格ですよ。へえ。なんとですね、もう1万円切るんですよ皆さん、1万円切ってくるんですよ皆さん、すごい。なんと9,900円。言い方似てない。それ言いたかったです。そうそうそう。あのね、最近本当俺が見るテレビって言ったら本当にジャパンさんなんですよ。はい、ああ、ここはなんとですよ。一番切ってくるんですよ。そう。切ってくる。切ってくるんですよ。
分割手数料はお客様払いってうちはやってない。そんなことは、ね、分割した人はもうクレジットカードで分割して選んでくださいね。もう知らないです、ね、そういうことはできませんけどね。はい、でも1万円切ってくるっていう感じはまあまあなんかいい感じですよね。はい、あのジャンバーとか結構お高いじゃないですか。そうですね、さすがリーダーさんって感じはします。はい、というわけでですね、今日ご紹介したのはこちら、オールブラックス2023サポーターズジャケットのご紹介でした。こちらもですね、もう在庫切れてるところが多々ありますが、ちょろちょろありますけれども、多分再入荷もありますし、はい、お店の方にもご用意ございますので、見てみてください。で、ネットの方はこちらへ。電話の後はこちらですよ。もうあるかもしれない。もうこれにあるかもしれない。これに、電話の前にあるかもしれない。見てみてください。では